香川でカメラです。今日はオズモアクションのカメラの性能を試してみたいと思います。手ブレ補正の検証を iPhone とオズモアクションを使って検証していきたいと思います。どうですかね、結構左手揺れたような気がします。ありがとう。ダッシュ。こっち iPhone です。こっちがオズモアクションです。スタート。iPhone どうですか。オズモアクションどうですか。結構きつい。どうですか。歩いて検証してみます。今日は天気がいいですね。めっちゃもう台風来よるのに全然晴れてます。こっちが iPhone です。こっちがオズモアクションです。風が強いです、ね、前髪がパックリボソボソですね。手ブレ補正より前髪が気になります。顔がもうテカテカです。暑すぎて。どうでしたでしょうか。今度は三脚をつけて遊具で遊んでみたいと思います。レッツゴー。ゴー。きつい。ああ必死。必死。お。あ、着きました。滑り台降ります。よし、くそ。おお。懐かしい。いつぶり。楽しい。よいしょ。ほっ。これ絶対行くんですか。怪我しますよね、これ。どうすんですか、ここから。ほっ。ほっ。え、これ。乗れなくないですか。ほっ。そうそうそう。片手。片手が。いきます。よいしょ。壊れる。最後は水につけながら撮ってみたいと思います。まずは洗ってみたいと思います。洗ってみます。おー、こすっとると思います。どうですか。どうですか。おお。この水をオズモアクションに飛ばして、カメラに飛ばして撮ってみたいと思います。何かかりそう。濡れてます。もうちょっと、結構かかってますよ。びちょびちょです。オズモアクション iPhone と比べてみたら結構手ぶれが全然なかったと思う。で、防水加工っていうのめちゃめちゃいいと思う。海とか行った時とかにはすごい便利だと思います。
以上、オズマアクションの継承でした。カメラ女子にやってほしいことなどあったらぜひコメントしてください。チャンネル登録もお願いします。待ってます。